続いては、地方私文部局の話をいたします。まあ、割と楽しい地方私文部局です。行政組織法の全体としてなんか、なんというのか、組織構造をただ説明しなきゃいけない、行政組織法の中では、割と楽しいのは地方私文部局の話です。楽しくねえよっていう人もいるかもしれませんが。内閣府のところでやった沖縄総合事務局になったのが、これが地方私文部局です。出先機関ってことでございます。で、参上機関、つまり、省庁、委員会などにおいて、その所掌事務を分省させる必要がある場合ですね。その法律の定めるところにより、地方私文部局を置くことができるということになっています。国家行政組織法の、第9条ですね。で、まあ、簡単に言うと、地方の出先機関です。そして、国家公務員の3分の2の方はですね、この地方私文部局に勤務しています。本省からですね、出向というか、出向っていうのもちょっと違うんだけど、本省から、転勤でですね、地方私文部局に行って、また戻ってくるってのもあります。大体、本省で課長補佐の人って、大体、地方私文部局に行くと課長になるんだよ。大体、1段階、なんとなく地方私文部局だと上がるっていうふうに言われることがあります。まあ、いろいろあります。で、ここで、地方自治法の方なんかでよく出てくるのが、この地方私文部局と都道府県の事務配分の錯綜なんです。つまり何が言いたいかと、すごくわかりやすく言うと、例えば、国道ってありますな、国道。国道ってどこの地方にもあるよね、国道。だけど、国道って、例えば、福島県に国道あるけど、福島県の国道ってどこが管轄してんのっていうと、国土交通省の本省は管轄してません。管轄してるわけないでしょ、そんなところまで。手が回らない、毎日道路の補修とかいろいろやる人たちなんだよ。だから、あれは東北地方整備局の、しかも福島の道路、国道河川事務、河川国道事務所からっていうのがあって、そこで福島県内の国道と、あとはまあ一級河川、福島県内だと阿武隈川とか、只見川とか、まあ阿賀野川か、ああいうのを管轄してるんだけど、ただね、そうなんだけど、国道もなんか全部が全部その国が管理してるかっていうと、それはもちろん国が管理してるんだけど、最終的には国道っていうんだから国が管理してるんだけど、直轄管理してるのは、いわゆるその二桁国道までなんです。だから、福島県内だと4号線と、あと浜通りの、何号線だっけありゃ。あと13号線とか49号線とか、二桁国道で3桁以上の国道は、大体というかほぼ全て、都道府県が、法定自宅事務として、なんちゃった。本来国が行うべき事務なんだけど、特にですね、必要があるものとして、都道府県が管理してるっていう、まあそういったような形になってるんです。河川も大体そういう傾向があります。直轄管理してるところと都道府県に管理してもらってるところと、あとは政令市なんかだったら政令市が管理してるところとっていうのがあります。ってなってくると、なんつったらいいのかな、国の出先機関、今の話で言うと、地方整備局、地方整備局と、都道府県の権限って重なってくるところがあるんです。どうしても。どうしても。今の話聞いてても思うでしょ。で、そうなってくると、なんか非常に効率が悪いんじゃないかっていうので、よく言われるのが、その二重行政の弊害と呼ばれる問題です。で、この二重行政の弊害を防ぎましょうなんて、大阪の都構想なんかもそうだね。府の権限と大阪の市の権限っていうのが重なってる部分があるから、ここが二重行政の弊害。不効率を招いてるんだっていうね。まあ、どこまで本当かわかりませんが、そういう話がですね、出てくるっていう、そういう話なんでございます。で、そこで、地方私文部局の設置というのは法律事項になってます。法律で定めないと設置できないことになってます。各省の設置法で、決められています。で、国の出先機関を新設する際には、国会承認が必要であって、その設置や運営に関する経費は国の負担とされます。当たり前だろうと思うかもしれないんだけど、まあみんなもね、法律勉強してて大体なんとなく分かってると思うんだけど、当たり前のことが書いてあるっていうのは、当たり前のことが当たり前じゃなかった時期があるというふうに、ここはね、法律を勉強していく上で、そういうふうに考えるセンスってのを持っていただきたいと思います。で、道州制っていうのもね、これ何なんだっていうふうによく言われるんだけど、道州制っていうのも各地方ごとにね、東北州、あるいは北東北州とか南東北州とか北関東州とか、南関東州といったような、今までの都道府県を廃して道州を作ろうと。北海道はどうなのってさ、なんかややこしいんだけど、道州制っていう時の道州って、
ていうときに一番その狙いとされているのは、この国の出先機関の事務っていうのも、その各州ならば州に移管しようっていうのが、この最近のその道州制の狙いなんです。つまり、東北で言うと東北地方整備局とか東北厚生局、東北労働局、東北財務局とか、東北はね、だいたいどこも管区が、管区の管轄がすごいわかりやすいんだけど、東北六県なんかそういう時だけなんか団結力が強いんで、まあ、北海道もそうかな。そういうその東北のその国の出先機関が行っている事務っていうのを、その北東北州でも南東北州でもいいけど、そういう州にもう移管しようっていう、そういう狙いのもとで、その提唱されているんです。道州制についてはね、その政治家のホームページとか政党のホームページっても何を言ってるんだか全然わからないんですけど、一言で言うと今言ったような話なんです。つまり国の出先機関と今の県庁などの機能を統合しましょうっていう話なの。だから北海道に今の都道府県としての北海道じゃなくて、北海道、道州としての北海道を設けましょうっていう時に、その名前は同じ北海道かもしれないけど、性質が違う。つまり、道州としての北海道を設けると、これからお話をしていく国の出先機関を全部、統合しましょうっていう話にするつもりなんですよ、多分。人によって道州制の中身って本当に違うから、私が言ったことが全てではないけど、おおよそそういう話だと思ってください。道州制、道州制って言ってる政治家も本当のところ分かってんのかって、正直思うところがあります。さて、続いてその地方支分部局の設置の状況です。地方支分部局についてはですね、まあ、北海道と東北は大体どこの、省庁も争いなく、大体北海道と東北なんだよ。大体。まあ、東北電力の管轄に新潟も含んだりするようなことがあるから、時々新潟が含まれることもあるが、北海道と東北で大体誰も争わないんだ。四国と九州だって誰も争わないじゃないですかって言うと思うんだけど、四国の場合ね、中国と一緒になっちゃってる時があるの。あと、九州の場合、沖縄を含むか含まないかという、問題が出てくるんです。まあ、近畿もあんまり違わないかな。近畿もあんまり違わない。もう中部なんかはもう中部だったり、東海だったり、北陸だったりも、よくわからない。関東の場合は甲信越も含むか含まないかで、これね、省庁によって違います。省庁によって違います。で、ここには、厚生局の管轄区域を置いておきました。厚生労働省の場合、地方支分部局として、厚生局と労働局というのがあります。大体なんかわかるから、もう、なんとなく皆さん、察してください。国土交通省の場合も、地方整備局と運輸局ってのがあります。地方整備局は昔建設局って言ったんだな。あー、わかるね。どういうことなのかね。つまり、省庁が統合しても、まあ、地方支分部局のレベルでは分かれてるんだよ。はい。で、大体ですね、管区というふうに言います。北海道、東北、関東、近畿、九州等の管区ないし、ブロックの単位で、大体地方支分部局ってのは置かれています。で、今申し上げた通りね、中国と四国は一緒になってるところもあれば、別々のところもあります。最近統合されたなんていうのもあったりします。四国に、ここに書きますね。四国については、大体高松にあるんですけど、財務局、法務局、経済産業局、地方整備局っていうのは、あるんだけど、地方厚生局と地方農政局っていうのは中国と四国で、一括になってます。まあ、わかると思うんだけど、四国の地方支分部局っていうのが一番規模的には小さいんですよ。もちろんね、一番、本当だと一番規模的に小さいのは沖縄が独立してる場合なんだけど、沖縄の場合は内閣府の沖縄総合事務局ってところがもう全部一括して、内閣府の外局である沖縄総合、内閣府の地方支分部局である沖縄総合事務局の中に、大体ほとんどのその省庁の地方支分部局の機能ってのが入ってるから、当たり前だけどその国土交通省とか財務省とか厚生労働省の人が行くんですよ。だから人事のその人事異動については他の地方支分部局と沖縄総合事務局は全く同じです。で、その管区ブロックごとに置かれる機関と、都道府県で都道府県単位で置かれる機関というのがあります。都道府県の労働局なんてのがそうだよね。労働局の下に、まあ、法務局なんてのがそうだな。都道府県の労働局の下に労働基準監督署とかですね、公共職業安定署というのが置かれているってことです。法務局ってのはあれだよ。法務省の地方支分部局だけど、登記を、
保管している、所管しているところが法務局です。まあ皆さんも弁護士さんとか司法書士さんとかになったら、法務局に足しげく通わなければいけないということです。で、不検体未満で置かれるものっていうのもあります。これは、後でやりますけれども、税務署とかなんかそうでね、市町村単位で、まあ市町村単位というか大きな市なんかの単位で置かれるものっていうのもあります。これも書きましたね。先に書いてあったね。単純に言えば管区単位の期間っていうのが一番大きくて、その下に不検単位の期間があって、不検単位の未満の期間というのがあります。そりゃそうだろうと思うかもしれないが。例えば、法務省の地方支部部局のやる法務局ってのは、東京、関東法務局とか東北法務局ってのがあって、で、その下にですね、地方法務局ってのが、これは福島の法務局、福島の地方法務局とか仙台の地方法務局、仙台、宮城、仙台っていうのかな、山形の地方法務局とか秋田の地方法務局っていう、まあ、そういったような形になります。で、下に図としてですね、ちょうどいいのがあったんで、地方厚生局の管轄区域ってのを置いておきました。この頃はまだ中国と四国が一緒だった、別々だったんだね。その後統合されてます。まあ、ここら辺は今いろいろとね、苦しい事情、台所事情がどこも大体苦しいんです。ほんとね、新潟甲信越はね、分かれます。地方整備局なんてね、長野県3つあるんですよ。関東地政の、関東地方整備局の部分と、北陸地方整備局の部分と、あと中部地方整備局の部分があります。なんでかっていうとね、地方整備局は河川の管轄の関係があるからなんですよ。だから長野県でも天竜川の方の水系だったら、天竜川とか木曽川の方の水系だったらば、中部地方整備局の方になるし、信濃川の水系だったらば、北陸地方整備局の方の水系になるんです。ただ、関東地方整備局はなんで長野県にもあるのかは、なんだ私もよくわかんないんですけど、長野県の中を発する川が関東地方に注ぐってのはなかったような気もするんだけど、なんでだったんだっけ、拳ヶ岳から注ぐのは荒川だけど、でもあれは県境だしな。よくわかんないんだけど、河川管理をする必要からそういう風になってます。で、河川管理をする必要か、だから、確かさっきなんか阿賀野川がって言ったけど、阿賀野川は東北地政じゃないかな。東北地政じゃなくて、多分北陸地政だな。阿賀野川っていうのは、福島県内の会津地方なんかを起源とした、福島県内では只見川って言うんだけど、それが新潟県で続いて阿賀野川っていうでっかい川になるんだけど、阿賀野川の河口部分は当たり前だけど、北陸地方整備局の管轄だから、只見川水系も北陸地方整備局が管轄してますよね。川の管轄って、ね、結構なんだか、それだけでめんどくさいんですよ。いろいろとあります、本当に。ぜひ皆さん、こういうのは、それぞれの省庁に入った後、嫌でも詳しくなるので、嫌でも詳しくなります。はい、続いて参ります。国土交通省における地方整備局っていうのですね。昔は地方建設局って言ったんですが、あるいは地方運輸局、地方航空局っていうのもあります。これは東北とか東京と大阪にしかありません。あと、北海道開発局ってのがあるんですね。これは後でちょっと話をします。北海道だけは北海道地方整備局とは言わず、北海道開発局ってんです。なんかかっこいいですよね。厚生労働省における地方厚生局、都道府県労働局のように、中央省庁等再編において本省が統合された後も、地方支分部局はそのまま設置されています。さっきの時間のなんかの人事もそうなんだけど、20年も経ってなんかあんまり統合されてないんじゃないかっていう。いわゆるキャリア組、今総合職って名前になりましたけど、キャリア組はどっちの方も、行くんですよ。だけど、まあ、ノンキャリは、なんか割と、どちらかを中心に、回る方が主なんじゃないかな。で、当たり前だけど、地方整備局、地方採用の方は当たり前だけど、どっちかしかってのは、厚生局と労働局だったらどっちかしか回らないし、地方整備局と地方運輸局だったらどっちかしかいないので、まあ、どうなんでしょうね。まあ、仕事がそもそも違いますからね。なんか言っちゃったけど。ああ、言ってはいけないことを言ってしまったけど、仕事がそもそも違いますからね。で、外局にも地方支分局、部局というのが置かれます。それはもう言うまでもありませんよ。財務省の本省には、本省に置かれる地方支分部局が、財務局とかね、関東財務局なんていう。あと、税関がそうです。それだけじゃなくて、財務省の外局である国税庁の地方支分部局として、管区単位で国税局、そして府県単位未満で税務署が置かれています。ここで一旦切りますね。